浅尾拓也は中日以外は入団拒否すると宣言したが、意中の中日から指名を受け涙を流して喜んだ。浅尾は東京行きの新幹線に乗り、東京泊まりますかと車掌さんに聞いた。浅尾は同級生の吉見和樹の第一印象を聞かれ、顔的に老けているとディスった。浅尾は野手からフットガードを借りて打席に入ったが、つけ方が分からず肘につけていた。浅尾は酒の強さには自信があり、何度吐いても戻ってくるため人間ポンプと呼ばれていた。だが酒に酔い先輩から口に指を突っ込めと言われて、便器に指を突っ込んだ。中日入団時あまりの眉毛の薄さに、ドラゴンズファン界隈が相当沸いた。病院で肩に水が溜まっていると言われた浅尾は、昨日水を飲みすぎちゃったと答えた。